キューカレスカノラスカノラス、ラニウスエクスキュビターオオモズは、スズメモクモズカモズ族に分類される鳥類の一種で、ある。名前の由来は、大きなモーズの胃。ユーラシア大陸北部やインド中部、アフリカの中部で繁殖し、冬季はやや南方にわたって越冬する。日本では冬鳥、または旅鳥としてトライするが、数は少ない。北海道や東北地方では、比較的多い。 北海道では繁殖の記録がある。全長約24センチメートル。体重65から75グラム。私有動色である。頭上から背中は灰色で、腰は白く、尾は黒い。翼は黒く、初列風節に白斑がある。眉斑は白く通り目線は黒い。幼鳥は全体に肺褐色である。濃厚地や草原に生息する。 繁殖期以外は単独で生活するものが多い。電線や枯れ枝、杭等に止まったり、低空飛行をして獲物を探す。植生は動物食で主にネズミ等の小型哺乳類を捕食する。また昆虫類や小型の鳥類も捕食する。早に絵を行う。樹上に枯れ枝、樹皮、植物の根を使って皿状の巣を作り、4から6月に1腹5から7個の卵を産む。 放卵期間は約15日でメスが放卵する。ヒナは19から20日で巣立ちし、その後約14日で親から独立する。ありがとうございます。